はい、今日もあなたと百姓天国。本日は11月4日土曜日、土曜日ですか。快晴ですね。今日も T シャツですよね。いやー、あったかいですね。雨予報が出てたんだけど、明日とか確かね、全然雨が降る気配がないですね。結構畑はもうカラカラでね、いやいやって感じなんですけど。さあ、あの秋冬がね、今日で一応だいたい予定終わる予定なんですけど、それが終わったらね、どんどんあのレタス類とかね、本格的な種まきをしていかなきゃいけないんでね、また育苗がね始まってくるんですけどね、またペーパーポットも買ってきてね、はい、頑張らんといかんわけですけども、今日は種まきないですけど、結構寝たんですけどね、なかなか体調が戻ってこないですね。あの点滴でも打ちに行きますか。まあ、あの毎年冬にね、冬に大体2年に1回か、まあ基本的には1年に1回冬にね、あの僕は甘いものが結構好きなんでね、大体1年ぐらい経つと虫歯がどっかできますから、冬にね歯医者とか行ったりするんですけど、今何やってるかっていうと、そのつけた水が浸るのを待ってるんですけど、なんかあの定期検診とか来るじゃないですか。僕ああいうの全然ね、あの無料で受けられるんでしょ、なんかいろんなあのがんの検診だとかなんとかね、そういうのがよく市町村から来るんですけど、一回も行ったことなくてね、ああいうのね、ああいうのなんか効果あるんですかね、よくわからないんですけど、まあ血圧ぐらい測ったりすりゃね、うん、どっか内臓が悪いとかいいとかね。でもどうですかね、皆さんこう、あ俺多分ここが悪いなとかって畑やってると分かりませんか。うん、まあ僕はなんとなくね、あこうだなとかね、うん、だいたいあと10年ぐらいすればこうなるなとかっていうのはだいたい分かるんですけど、足はねもう、40ぐらいね、今からちょうどだから10、20年ぐらい前に多分足は動けなくなるだろうっていうことをね、僕なんとなく分かったんですよ。っていうのはね、厚木に神奈川の時のねお世話になってた地主さんがちょうど今の僕と同じぐらいの感じなんですよね。あの64、5だったと思うけど、その地主さんはね、あのちょうど僕のような感じで、こういうね変形性の足でこうガニ股でね、で足を引きずってらして、でリンゴとかやってたんで、結局ほら脚立とか登れないんですよね、今の僕と同じ症状でね。で僕はそれをあの見てて、あ俺いずれこうなるなっていうのはね、僕には分かったんですよ、はい、で、あれから17年で見事にそうなったんですけど。よいしょ、あ苗が出てこん、あれまあいいや、これから先に行きましょうか。よいしょ、今日植える黒キャベツねとタアサイね、よいしょ。今日は黒キャベツが最後200で、タアサイが2トレーで400ですね。はい、この苗を植えたらもう基本的には終わりなんですけど、よいしょ、タアサイどこ行った、タアサイが落ちて、ね、よいしょ。今日も本当に暑いから、これどうしようかな、あの被膜をどうしようってすごく考えてるんですよ。まあ防虫ネットなんでしょうけどね。虫がいる、つけちゃうとね、こうやって虫が上がってきて、分かりやすいのでね、虫をつけて植えるとあの中で繁殖しちゃうんで、ジャバンとこうやってつけてしまえばね、虫は上がってきますから、
はい、ということでね、よいしょ、頑張って植えましょうね。今日はもうこれで終わりです。黒キャベツをね早く欲しいから、パオパオで飛んで、パオパオトンネルにしようかと思ってるってね。ちょっと暑いからね、あれですけど、黒キャベツは大丈夫じゃないかなと思ってるんですけどね。冷えてくれればねちょうどいいんですけど、多分来週あたりが冷えてくると思うんですよね。今週、今日が11月4でしょ、多分まあ11月の半ばでね、あの、おお、そんないるわけじゃない、あの、冷えないってないと思うんでね。こんな11月の上旬で20何度とかってまあありえないわけですけど、11月半ばでね20度って言ったら、もう多分本当に12月はあの桜が咲きますよはい、さあそんなことでね、さあ頑張って仕事しましょう。今日もいい天気ね。今日これやって、あとね、あの葉物もうちょっとね、来週11月の10日までに最後ね葉物を巻いてね、それで終わりですね。だから11月10日以降はあのもう春先に全て変わりますので、春先の準備に入りますと同時にね、冬の仕事、来週からね出荷場の引っ越しを始めようかなと思いますね。はい、まあ1日で終わらんかなって感じなんですけどね。はい、まあ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 、ちょっとね今年の冬はやらなきゃいけないことが山ほどありましてね。それとそうですね、あとやっぱり来年の講座に向けてちょっとねイベントを打ちたいかなと思うんですけどね、それもちょっと事務局の人と話さなきゃいけないし、12月1月ね、一応来年の2月からまたね来年の講座スタートしてするんですけれどもね、それに向けての準備をね、はい、まだ今年の講座ね、11月12月1月と、1月はねほとんど最後卒業式みたいなもんなのであれですけども、12月1月まだありますよね。もうこれから冬はねトンネル栽培だとか、冬のその仕事のあれが中心になりますけれども、はい、どうですか皆さん、今年は本当にね農産物作るの、野菜作りはね結構今年はハードル高かったですよね。今年は私もまあ新規就農2年目っていうこともそれも組み合わさって結構大変でしたけど、もし千葉にいてもね結構苦労したと思いますね今年はね。出来はあんまり良くなかったんじゃないかって気がしますけどもね。ただ今年ほら台風がなかったでしょね、それが幸いでしたね。台風がなかったのは良かったですけどね、結局今年も来なかったですよね。ほとんど今年は台風の風の被害っていうのはなんか風対策したっていう覚えはほとんど1回ぐらいしか覚えがなくて、その分なんだか暑さでねずっとやられましたけれども、そうですね、これで今日はパオパオトンネルね、パオパオのトンネルですね。だから支柱はこの緑のね段ボールじゃなくて硬い支柱を使いますね。で、タサイは普通にあの防虫ネットベタ掛けという形ですね。今日は二重でいこうと思いますね。あのまあでもこれ本当に11月の終わりにビニールトンネル張るんですかねどう考えたら張れないよね。まあ本当にね T シャツで仕事してるわけだからトンネルなんか張れるわけがないよね。はい、ということで今日も頑張って、仕事しましょうね。今日はこの苗ね植えます。頑張りましょう。はいはい、それでは。